はい、こんにちは。じゃあ歌穂のたたり続きを早速やっていきましょう。前回は第一章が終わって第二章のホテルからスタートですね。じゃあ早速探索していきましょう。ホテル左行けんのかな、これ。あ、行けた。早速鍵を見つけたぜ。スタッフルーム一瞬見えたね。これか、スタッフルームの鍵。詳細が何もない。押しても反応して動いてないなど。まあハイホテルだしね、動いてないのも当たり前か。じゃあ右に行くか。お、右は上に行ける。なんか今行ったような気がしたんだけど。あ、これあれだ、無限ループのやつだ。あれなんだ、さっき一瞬見えたの。人体模型っぽく見えた気がしたけど。花の貝殻、高価なものだろうか。意外とちゃんと残ってんだね。こういうのってすぐ荒らされそうなイメージだけど。はい、ホテルとかもドキュンとかのたまり場じゃん。たまらねえか、さすがに。あれ、もう探索した場所終わりじゃね。あ、行けた。嫌な予感。近寄ってはいけない気がする。ですよね。明らかに近寄っちゃいけないの。洋風のライトだ。これライトなんだ。あ、いくつか部屋がある。重要そうなものは何も入っていない。ひー、ランプはつかない。変わったランプだね。ダイヤの指輪が入っていた。しかし、いらないのか。もらっとけよ。もったいない。大昔の時計なのか。眠る気になれるほど、眠る気になれないほど心臓が痛い。大丈夫か。宝箱のような物入れだ。何も入っていないが。絶対ダイヤの指はそこに入れるべきでしょ。なんで普通に炭水寝てるんだ。部屋広いなぁ。こっちは破れた洋服が入ってる。汚いから触りたくなる。布などがある。特に必要ないだろう。ここも心臓が痛い。心臓が痛い。蜘蛛の巣が張っている。気持ち悪い。意味不明な本が並んでいる。必要ないはずだ。開かない。ボンドなどにくっついているのか。力づくとかでも無理なんだね。じゃあ次の部屋に行くか。こっち。暗くてよく見えないのは何もなさそうだ。電源が入っていない。電源入れたらつくパターンかな。引き出しの中には何もない。古そうな時計だ。心臓が痛い。暗くてよく見えないが何もなさそうだ。豪華な箱だが特に何もない。何もないな。鍵がかかっているようだ。ついに鍵のかかっている部屋が。鍵がかかっている。あ、普通に開いた。ランプはつかない。何も入っていない。あ、妹？気のせい。私の顔が見えない。あれだ、多分水垢だ。きっと水垢に見えないだけだよ。鍵がかかっているようだ。じゃあ次こっち行くか。こっち部屋数少ないな。一部屋少ない。あ、鍵だ。ドレスが一着ある。着たいがそれどころではない。いや、着ていいと思うけど。そういう癒しも必要だって。お、上に乗った。おお、ちょっとバグを発見したけど。引き出しの中は空だ。205の鍵。2階の5部屋目ってことかな。鳥居の写真。これが205の鍵で、かなり古いようだわ。下のやつはあれなんだ、井戸？よくわかんないね。この鏡よく持っている。一体どういう原理だろうか。だから水垢だって。ああ、ここ鍵めっちゃ落ちてんじゃん。不思議な本が並んでいる。重要そうな本はない。汚い電球だ。208の鍵。すげえ、一気にゲットしたな。この順番の並び方、ここ鍵閉まってたね。鍵がかかっているようだ。ここもかかってた。
ってなかったっけ。あ、こっち行ったっけ。鍵は開けたままにしておく。お、早速なんか見つけたぞ。電球が腐っている。相当けど3年ぐらいじゃないっけ。腐るのかな。落書きがある。助けて。嫌な予感。ホテルのパンフレット。いつの時代のものだろうか。髪は茶色く変色している。そんな昔なの。あ、相当昔だこれ。6階設計、喫煙課、新宿、違う、宿舎、侵害改革ホテル。西洋を取り入れた新しい宿舎です。このホテル、この宿舎をホテルと申します。内装は西洋の洋館をイメージ。一室には旅館の部屋も、和、洋、両方お楽しみいただけます。あ、まだあった。1階スタッフルーム、鍵持っててね。2階201から208スペティアル、スペティアル。3階301から307ジャパニーズ。4階401から405中央通路。5階も中央通路。601から60料金。2階3階2700 SPJP ルーム4500円。4階5階5820円。6階9800円。やっぱ下の階が高いね。じゃあ安いね。やっぱ上の階の方が安全だからとかかな。そんな過酷なとこじゃないと思うんだけど。じゃあ次はこっちか。2階と書かれている。押しても反応がない。動いていないのだろうか。あとはあの人体模型だよね。 あいつがどっか行けば。まだいた。近寄ってはいけない気がする。あ、下、ああのスタッフルームってとこに。あ、ここか。たたれ眠る、わかんない。っていうかこの扉あったっけ。なかった気がしたけど、まあいいな。ああ嫌な予感。あ、このまんまなんだ。中身がない。少しやない。あれ、なんもなんないだ。あ、潜ってったぞ、あいつ。お、めっちゃゲットした。206、204。これも曇ってんでしょ。あ、違った。ガラスだったのわかんないけど。うん。一つの場所に大量のアイテムがあるみたいな。なかなか面白いっていうか、爽快感のあるゲームだね。ここは何だ。この扉は、あ、嫌な予感。あ、いけねえんだ、普通に。この先、関係者以外立ち入り禁止です。事情を問うとも答えられない。あなたが知ってはいけないことだから。いけないんだね。あ、おっと。一旦外に出て、アイテムを確認するか。じゃあ、アイテム。所持品。まずは、204、56で、鳥居の写真で、ホテルのパンフレット、設計予定図がビーチ1階2階3階4階5階6階。じゃあ6階まである7階建てみたいな。で、開業記念の書。このホテルが開業した時の記念書。ガラスの中に入れられ、当時のままだ。ホテル開業記念。名前があるぞ。田中刑事。山野ゆり。これ山の歌穂だよね、主人公。じゃあお母さんかなんかかな。まあいいや。自信ねえや。あ、これだけあった？これだけだ。で、ホテル建設の意図。この地域は古くから日本から孤立している。そこでここを活発化させようとさせた侵害改革計画の一つである。西洋文化を取り入れ、この地域にはなかった新しい雰囲気を。多分ホラー的な雰囲気なんだろうね。資金はこの計画の考案者及びホテル建設協力者による。
以上。じゃあもう一回2階に戻ってみるか。人体模型がどっか行くといいんだけど、ちょっと心臓に悪いんだよね。近寄っていないけどね、十分近寄ってると思うんだけどな。とりあえず空いてないのはここ。はい。地下に。ああ、窓にみたいな。RPG の中にあるような宝箱だ。本棚の古い。何も入ってない。まだ心臓痛いんだ。大丈夫か？ペントメン、ホテルのサービスだったんだろうか。なんかメモ書きとかないんだ。何も入ってない。とりあえず地下に行けってことかな。地下か。とりあえず、あと空いてなかったとこ確認してみようか。ここも何もないね。正方形の棚を初めて見た。これなんかすごい模様っぽい。何もないか？この道を見とこうか。曇っている理由がわからない。これもわかんないよ。で、ここは普通に開けたよね。で、こっち側が。よいしょ、鍵が開いた。鍵ゲットだせい。よいしょ。なんだなんだ？ブレーカーライトの鍵。ブレーカーライト。普通にブレーカーかな？ブレーカーのスイッチ入れたぐらいで電気ついたりすんのかな？まあいいや。で、次こっち。こっちは見て。こっち閉まってなかった。閉まってなかった。ここも見た。地下行ってみるか。電気復活してんかな。まだ近寄ってはいけない。地下だよね、地下。地下。こっから行けないよね。地下、ここはやす。あ、行けた。けどなんか戻ってしまった。ゴー。あ、落とされてる。ブレーカーボックスライトの鍵を挿してひねった。文章。This box is breaker box. This side doors box is for elevator. 設置の外の方で振動を感じた。振動を感じた。文章。This is breaker box. This side box is for light. しても反応がない。錆びつきがひどい。嫌なやん。なんか見っけ。血がついた。椅子か、これ。椅子なのか。とりあえずこれで多分エレベーターが復活したはず。じゃあエレベーター見てこようか。いや、そんな復活するもんなんだね。結局あの人体模型はずっとあそこにいいんだろうね。怖っ。これかな。2回3回行ってみるか。ピンポーン。音、心臓に悪いな。これ降りたら人体模型いるかな。あ、いた。後ろから、呪われている。あ。あ、